令和の大改修で城はどう変化したのでしょうか。1年5ヶ月にわたり行われていた岡山城の改修作業が終わり、来月3日リニューアルオープンするのを前に、今日内覧会が開かれました。後楽園を一望できるこの眺め、歴代の岡山城主も楽しんでいたことでしょう。しかし今回の令和の大改修では、見るだけでなく学べる城へと変化を遂げています。経年劣化した壁を塗り直し、宇城の呼び名にふさわしい黒い姿がよみがえった岡山城。去年5月末に一時閉館し、耐震化や展示の一新などリニューアル工事を進めてきました。監修に当たったのは岡山市出身の歴史家、磯田道史さん。初めての人にも楽しく分かりやすく歴史を知ってもらおうと、さまざまな工夫が凝らされています。こちらは歴代の岡山城主がどのように岡山の街を作ってきたのか、プロジェクションマッピングで紹介するコーナーです。現在の街並みと比較しながら城下町の発展を知ることができます。また城内にはシアタールームも完備されていて、関ヶ原の戦いを岡山城ゆかりの武将たちの視点で描いた11分間の映像を楽しむこともできます。さらにこちらは体験して学ぶことができるコーナーです。本物と同じ重さの刀や火縄銃が用意されていまして、持つことができるんです。ずっしりと重くて、狙いを定めるのも至難の業です。内覧会に訪れた関係者は、岡山の歴史を学べる新しい岡山城に期待感を示していました。今見るだけでは皆さん満足されないし、特にインバウンドで来られた方々が動く絵とともに、こう本物に近いものが置いてあるというのは、すごくなんていうか喜ばれると思います。これからね、若い人に岡山に関心を持っていただいて、先へ向かっていただくには大変いい工夫していただいてるんじゃないですか。岡山の歴史の入り口っていうのが一つのコンセプトになっておりまして、観光客の方も地元の方も岡山城に来れば岡山の歴史が簡単に分かるよというような施設にしていきたいなという思いがございました。岡山城のリニューアルオープンは来月3日で、当日は鉄砲隊の演舞などセレモニーが予定されています。